こんにちは。ふんぷんクロックデザイナーののばしようこです。今日はふんぷんクロックのミッションと、それから子供と大人の時間の理解の違いと、それから子供と大人の理解の違いを踏まえた上で、どういうふうにふんぷんクロックを囲みながら調整をしていくかっていうようなお話ができたらなと思ってます。ふんぷんクロックのミッションは、親子の時間に笑顔を増やすというものがあります。 親子の時間って子育て中ってすごいこう永遠に続くような気がして気が遠くなると思うんですけどうちなんかもうあの子供は高校生と中学生で小さくて毎日過ごした時間ってすごく短かったなって今は思うんですねでも細かくいろんなことを覚えていてですごく大変だったのは 今帰ろうと思ってる、次の予定があるから帰ろうと思ってる時に新しい遊びを始めちゃったりそれから朝出かけなきゃいけない時に自分でやりたいと言ってすごいこう頑張られちゃったりなんかいろんなこだわりを時間と調整つけていくのがすごく難しかったなっていう覚えがあります。で子供っていうのは、 あの時間の捉え方がいつも今しかないんです今を一生懸命生きてて今今今今なんですねそれに対して大人は今っていうのとそれからこっちにこう次やんなきゃいけないことっていうのがあって例えば今だったら晩ごはんみんなで食べる時間っていうのが決まっているからそれまでにここからここまでのこの時間のことを 大人は考えてるんですねこの時間を考えるっていうのってすごく難しくて実際子供がこう時計が読めるのとこの段取りができるのって全然あの理解の段階が違うんですねここら辺が若いのって大体10歳ぐらいで,でそれまでに時計が読めるっていうことはまあ 重要ではあるんですけどなんかその時計の勉強って1年生と3年生であってその時にこう初めてやるとかそういうことだとすごいこう苦手意識が立っちゃうぐらい難しいんです普通の時計ってで12が一番上にあるのってそれさえも最初の子供にとっては衝撃というかここはゼロの概念がある子にはゼロの場所だしゼロの概念がない子にはここは1なんですよ。 っていう風に、時計のその60進法ってすごくこう、教えようと思って勉強だと難しいんです。なんだけど、これって、この、ちくたく動く、この秒針。この秒針を、1、2、3ってこう、まあ、ここ50なんですけど、っていう風に数えて、60で0になる。そうすると、新しい1分が始まるよっていうようなことを、こう、子供の頃に、大人と一緒に、 やったり,りするとあなんか61っていうのは次の1なのかもしれないっていうようなことがこう積み重なっていって60進歩を肌ででかるるようになるんですあとこのこうやって聞くと静かにしてるとカカカチカチカチって聞こえるんですけど、うん、なんかこの眠れなかった時に聞こえてきたこの時計のカチ「カチカチカチ」っていう一秒1秒を知るってすごい大事で。 最小単位を知るとそれがどれだけ重なるとどういう時間になるのかっていう長さがなんとなくわかるんですでなんとなくのこういろんな積み重ねとそれから自分の行動を囲んでパパとママが褒めてくれたことの蓄積が結局はあるときもこう,こう溜まっていたものがストンと理解になっていくんですね で大人と子どもの時間の捉え方が違うっていうのがこう分かった前提でどうやっていこうかなって言ったらそのまずは子どものこう毎日過ごす時間の中に子どもが読めるような独自スモールステップのある時計がかかっているとすごい分かりやすいんですね。でいろんな話しかけ方ができるんですよ。例えば靴下をどうしても履きたい <laughs> 自分で履きたい子が。 今日は7から8の間に履けたね。昨日は7から9の時間までかかってたのにね。っていう言い方もできるし、昨日は7から9の10分でかかったのにね。とか、まあ、いろんな言い方ができるんですね。こういう時計スタディシートがちくたくさんのホームページからダウンロードできるようになってるんですけど、こういうふうにお子さん自身に書いてもらうんです。 いつも決まってる時間ってあるじゃないですか？なんか7時55分にお家を出なくちゃいけないとか。でまあ、7時55分のとこって7と8の間で8の近くに単身書きなさいよ。とか、そういう細かいことは言わずに、お子さんが自分で書くことがとっても重要なんです。そうするとちょっと未来の自分と自分が約束をする。だから、それがちょっと未来の。自分と今の自分っていうところで、ちょっとずつこう。大人の感覚が。 子供の中に蓄積されていくんですよね。そういうことをできればやってあげて、守れたら、なんか、あの、やっぱりパパとかママに褒められるって子供ってすごく嬉しいんですね。そういうふうに時計を囲んでくれたらなと思います。と、この私は赤のキッズ時計をしてるんですけど、なんか腕時計って幼児の時ってすごいかっこいいと思うみたいで、なんかここにリストバンドしてる子とかいますよね。 そういうイメージで、こう、ズレ時計をさせてあげるところから始めてもいいのかなと思います。その時は、お子さんに時計をぜひ読む係にしてあげてください。お母さんとかお父さんがスマホで時間を確認するんじゃなくて、お子さんに何時って聞いてあげたり、あとお父さんと,とお母さんがこう、自分の時計を見たりするようにすると、子供は時計がかっこいいもの、憧れのもの、自分のものっていうふうに、 理解が進んでいく。もう嬉しいものっていうふうになっていきます。最後までありがとうございました。また具体的な質問とかとはありましたら、インスタやフェイスブックの DM でぜひメッセージください。具体的にお答えしていこうと思います。ではまた。